歌川国吉が、東海道53対土山左より、鈴鹿さんの鬼神、鈴鹿御前、坂の上の田村麻呂鈴鹿御前は、伊勢国と大御国の国境にある、鈴鹿山に住んでいたという伝承上の女性。女神、天女とされ、鈴鹿美女、鈴鹿大名人、鈴鹿権免、鈴鹿神女などとも記されている。文献によっては、鈴鹿さんの盗賊立英防止と、 同一視され、女盗賊、鬼、天根の魔法の音も記される。その正体は、伝承や文献により、様々である。室町時代以降の伝承はそのほとんどが、田村語り並びに、坂の上の田村マロ伝説と深く関係し、坂の上の田村マロないし、彼をモデルとした、伝承上の人物、坂上田村マルと夫婦となって、娘の、少林にも恵まれる。 ここでは、立栄星についても記述する。元は、鈴鹿山の神を鈴鹿姫と称して、鈴鹿峠の東西や峠城に祀っていたものと考えられている。鈴鹿の地は、採用の軍用が途中に設けた鈴鹿軍のトングが、置かれ、豊かな水に恵まれていたことから、五木宮がみそぎを行う鈴鹿系の聖地であり、後に、不劇の戸が払えを行った神聖な地となった。 山田有二は、後に、西王軍業が、鈴鹿峠を越えるようになると、伝説的採用とされた、大和姫命を鈴鹿姫とみなして祀るようになって、いったものと推測している。三重県亀山市と滋賀県甲賀市の境に位置する、鈴鹿峠に、東海道の鈴鹿関が置かれ、東山道の不和関、北陸道の荒地関と共に三関と呼ばれた。鈴鹿峠は、機内と、 伊勢や東国を結ぶ重要な役割を果たしたことで、往来する旅人や物資を目当てとした盗賊が、調ばっこしたことが、記録や説話に記されている。特に、伊勢国は、水銀の産地として有名で、今尺物語集では、水銀商人84人が、盗賊に襲われたが、日頃から恩を施していた蜂が飛んできて、盗賊を刺したおかげで難を逃れたなどと記されている。 現一、藤原地下の四季の説話なども伝わっているように、鈴鹿さんは鬼の住みとして知られていた。鈴鹿さんの立英星に関する最古の記録は、平安時代末期の自称三年頃に、平安よりが記した仏教説話集、宝物集で、この世にも奈良坂の金津ふて、須のか山の立奉仕なと猿物侍蹴りとある。ここでは、奈良坂の金暦と並んで、 鈴鹿さんの立江星という盗賊が処刑されたことを記している玄に。この立江星について、鎌倉時代初期の上級の乱前後に成立したと見られる方言物語では、伊賀国住人、山田小三郎是行が、祖父、幸秀が立江星を捕獲して天皇に献上したと名乗りを上げている玄三。御成敗式目追加法では、 円王元年7月26日付で鈴鹿山と大鉱山の盗賊について近辺の児童が責任者として鎮圧させるよう伝達されている原四県庁六年成立の古今著文集には強盗を捉えたケビンシベットを藤原隆久が27、8歳の未明麗しい女官が強盗の正体であったことに驚き昔こそ鈴鹿山の女のすびととて言い伝えたるに かつて、鈴鹿山にも女盗賊がいたことを回想する記述が見られる言語。高草が、ケビンシベットであった時期は1183年から1191年であり、この、古今著文集と、あまり時期の離れない、宝物集や、宝言物語の盗賊立英帽子と、古今著文集の鈴鹿さんの女盗賊が次第に、同一人物とされたことで、 女盗賊としての立江防子へと繋がっていく。校長元元12月9日、九行直式では、鈴鹿山の内京都の立つところとして、西山口の鍛冶坂を挙げて、昔立江防子在所編なり、県立江防子出陣社社、鈴鹿姫座、路頭の北辺なりと指している。ここでは、盗賊の名前が立江防子であり、鈴鹿姫はその盗賊が崇敬した、社の女神として現れる。 同時代に記された古今著文集と違い、校長元年苦行直式には立恵星を女性とした描写は残っていない。縁文から大安頃に成立した古都政定金往来では、本庁の強盗の長本として、藤原康政の写程である藤原康介と共に、鈴鹿さんの立恵星が記されている。南北朝時代以後、 鈴鹿山の麓にある坂下では、伊勢山宮の成功を受けて、宿場が整備され、往来の増加する中で、旅人を守護する存在として、鈴鹿姫イコール立江星として認識されるようになっていく。東俗立江星と、女神鈴鹿姫が、同一視され、坂の上の田村麻呂の英雄端に組み込まれるのは、室町時代に入ってからと考えられる。14世紀に成立した太平記では、 元気壮伝のおにぎれの剣の由来を語る場面で、田村マロが鈴鹿御前と戦った檻の剣が鬼説であり、やがて田村マロはおにぎれを伊勢神宮に奉納、その後は源の頼光に伝えられたとの一説があり、おにぎれの剣を介して田村マロから頼光への武器継承の説話が創造された。おとぎ像詞の世界は太平記でのおにぎれの剣の由来を語る場面をもとに、 して、田村の創始では、鈴鹿御前と田村将軍の剣合わせの場面に受け継がれ、また、四天堂時説話においても地球の剣の由来として、脚色されつつ引用された、原六。欧永二十五年の聖夷体将軍、足利義持の伊勢三宮に随行した、加山の井長近が表した、幸運気候に、当時の鈴鹿さんの様子が記されており、 その昔、勇む力を誇った鈴鹿姫が国を煩わし、田村丸によって討伐されたが、その際身につけていた立栄星を山に投げ上げた。これが、石となって残り、今では麓に社を建てみこが祀るというと、この頃には、鈴鹿御前と、坂の上の田村丸伝説が融合していたことが、伺える。東海道名所杖、鈴鹿社鈴鹿峠には、式内社の片山神社が、 最六の土山には田村神社が祀られている。伊勢三宮名所図への鈴鹿山には鈴鹿峠の鏡岩を挟んで、伊勢川に鈴鹿神社が、大見川に田村明神が描かれ、鈴鹿神社には片山神社、剣主の神社といった別名があったと解説文に書かれている。奈良絵本、鈴鹿には次のような一節がある。鈴鹿の立江星は鈴鹿の権限と言われ、 東海道の守護神となって往来する、旅人のみに代わって守り、この道を行く人はその身の災難を免れる。鈴鹿より、大尉鈴鹿大明神は、道祖神の性格を持っていたことが伺える。片山神社付近では、祭祀用の小皿も多く出土していることから、鈴鹿峠を往来する旅人によって、旅の安全を祈願して手向けられた峠神祭祀の遺跡と推定されている。 鈴鹿峠の鏡石は、岩倉としての性格を持ち、京都丹波の境に位置する、阿多ご山の将軍地蔵菩薩と同様に、田村将軍を将軍塚とみなして祀ることで、鈴鹿権限と一体になった際の神信仰が、古くから存在していた。この信仰が後に田村語りとして、おとぎ蔵氏、鈴鹿の宗氏、立江星や、屋上瑠璃、田村三大域で、坂上田村丸を夫とし、 共に、高丸や、大竹丸など共に、鬼神退治をする物語が編み出された。鈴鹿姫への信仰は、江戸時代まで続き、延響三年の明細帳では、坂下塾の氏神を、鈴鹿大明神とし、幕府大官や伊勢亀山藩主の鬼神を受けている。当時様々な説が流布していたらしく、万治二年頃の成立とされる、東海道明書記では、 鈴鹿御前が天聖を大神の母と言い習わされていたことを記している。勢い日ざっには、鈴鹿御前は、天テラス大臣の乙姫なりという伝承が載る。完成9年間、東海同盟書図では、土山田村神社の祭神を、将軍、田村麻呂佐賀天皇、鈴鹿御前としており、神宝として、田村将軍像や鈴鹿御前像を有しているとある。 内藤正都氏は、鈴鹿御前や立つえ帽子が田村麻呂の鬼退治の勝敗の、鍵を握るのは、鬼神と天女という両義的な性格を持ち、天皇の祖神を祀る伊勢神宮のある、伊勢国と平安系の境界の鈴鹿峠の神だからだろうと、している。文明十八年に記された、身武家文書、坂の上の田村麻呂伝関門の田村鈴鹿の物語の関門から、この頃には、 おとぎ葬氏、鈴鹿の葬氏が成立していたことが判明している。おとぎ葬氏、立江星は、立江星は、大御国鈴鹿さんの地中の三島に御殿を作って住む、女盗賊で、悪鬼悪国王の妻であったが、討伐に来た、田村の五郎を年なりとやぶみを交わして軽略により、悪国王を打たせ、田村とめでたく結ばれたという公害である。立江星は、ノー。 田村から発展したものか、鈴鹿の宗師の別伝として独立したものか定かではない。現在一般に流布する鈴鹿御前の伝承は、その多くを室町時代後期に成立した鈴鹿の宗師や、江戸時代に東北地方で盛んであった屋上瑠璃の演目、田村三大記の書本に追っている。写本や漢本はそれぞれ本文に移動が見られ、鈴鹿御前の位置づけも異なる。 諸本は対別すると2種類あり、鈴鹿午前と田村丸が戦いを経て結婚しともに鬼退治をしたとする鈴鹿系と田村丸の助力をするために甘くだった鈴鹿午前が田村丸と結婚しともに鬼退治をしたとする田村系に分かれたとされる。ただし、この分類法には異論、慎重論もある。室町時代後期の古社本では鈴鹿午前は都への年貢、 魚物を奪い取る盗賊として登場し、田村の将軍春秋が討伐を命じられる。ところが二人は、夫婦仲になってしまい、娘までもおける。右予曲折を経るが、春秋の武勇と鈴鹿御前の人通力によって、悪事の高丸や、大竹丸といった鬼神は退治され、鈴鹿御前は天命により二十五歳で死ぬものの、春秋がメイドへ乗り込んで奪い返し、二人は幸せに、暮らす。 というのが大筋である。鈴鹿山中にある金銀で飾られた御殿に住む、16から18歳の、美貌の天人とされる。十二貫に袴を踏みしだく優美な女房姿だが、田村の将軍春秋が剣を投げるや少しも慌てず、立栄星をまぶかに被り鎧をつけた姿に変化し、現物作りの立ちを抜いて投げ合わせる武勇の持ち主で、ある。 春秋を相手に、剣合わせして一歩も引かず、五章を守る十万余儀の官兵に誰何もさせずに、通り抜ける、人随力、さらには大都連、小都連、剣明連の三振りの封建を操り、悪事の高丸や、大竹の討伐でも、春秋を導くなど、田村将軍を凌ぐ存在感を示す。また、上都直命との板挟みとなった春秋の立場を、思いやる、 娘の少林に対して細やかな愛情を見せるなど、情愛の深い献身的な女性として描写されている。一方、ルフボン、田村の宗氏の素本となる、官営頃の古渇寺本では、鈴鹿山で往来を妨げたのは、鬼神大竹丸となっており、鈴鹿午前は山陸に住む天女とされる。立江星の盗賊、武装のイメージは、薄れ、江星はつけず、 玉の冠差しを刺し、水管に火カマといういでたちである。鈴鹿午前は、春秋とちぎりを交わし、いい夜大竹丸から大とうれん、小とうれんの剣を騙し取って、その討伐に力を貸す。おとぎ造史、鈴鹿の宗師、室町時代物語、田村の宗師、古城瑠璃、坂上田村丸誕生期などと同じ系統に属する、屋上瑠璃、田村三大記にも登場する。ただし、 鈴鹿の創始に見られる、登場人物の微妙な心理や葛藤の描写は省かれ、鬼神退治の活劇を主とする内容となっている。鈴鹿御前の名は最初は、立江星と呼ばれる天竺より、鈴鹿山に降臨した第六天魔王の娘とするが、田村将軍との婚姻後は、鈴鹿御前と呼ばれる。日本を魔国とするための同盟者を求めて、欧州の大竹丸に求婚するが、返事はなく、 やがて、田村将軍と夫婦となる。その後、共に、高丸や、大竹丸を退治する話はおおむね共通している。運命により25歳で、田村将軍と娘に3名の剣を託して亡くなるも、田村将軍が、閻魔大王へ訴えて生き返った。103歳で大王城を遂げた鈴鹿御前の遺体は、白蛇が迎えに来て、死運と共に運ばれて、鈴鹿山にて、 清滝言言として現れた。鈴鹿午前イコール立江星にまつわる物語は、その舞台となった土地に浸透し、鈴鹿山周辺の鏡井は旧田村社、片山神社、土山の田村神社などの伝承に足跡を残した。東北地方においても、田村三大域の影響を受けて、各地の社寺演技や、本寺丹など、坂の上の田村マロ伝説に取り入れられた。 欧州七観音の由来では、奈良県桜井市初瀬にある長谷寺の霊元坦が、記された鎌倉時代前期の仏教説話集、長谷寺霊元記に、鈴鹿御前は登場しないが、仙台藩が、安永年間にまとめた、風土記御用書き出しの、計測辞書上に、田村将軍様欧州七箇所観音後建流由来の、ことには、鈴鹿御前が登場することから、 おとぎ草子、鈴鹿の宗子など物語の影響が見られる。宮城県白石市に鎮座する田村神社でも主祭神として、坂上田村磨くと鈴鹿神女が夫婦で祀られている。鈴鹿御前は、百軒が前の館に住んでいたという。屋上瑠璃、田村三大記では、表の庭に清水を流し、五色の山池のなぎさには、木やかじろの花が咲き乱れ、池の上には、 金剛瑠璃の橋が架かり、木星光蘭に銀の歩みの板を渡している。奥には十二の門が立ち、金銀の砂が敷かれた庭を歩けば、林林から林と音が響く。館は、七宝の柱巻き、桁、梁に至るまで金銀が散りばめられ、雲前や高来園の畳が敷かれている。床違い棚には、金銀の航路、乱射や浮船の妙豪の煙が立ち上ぼり、 各天井に横打ち返され、その光景は極楽世界のようである。奥の部屋は、東には、春がすみたなびく花盛り、うぐいすは、のきの梅に羽を休め、妙の一時を、天ずる春の季節が描かれている。南には、うの花やボタン尺薬が咲き、池の小鳥や橋の下には、うつぼ船や釣りの船が、朱や二の糸にてつながれている夏の季節が、 西には誰松虫や鈴虫が声優しくも訪れて、寂しさまさる秋の暮れが描かれている。北には積もれる雪に、白うさぎの物欲しげにすくみたる冬の季節が描かれ、部屋は四季の光景に飾られている。遥か向こうには十二人への装束に、暮の袴を着た鈴鹿御前が、瑠璃の宅に寄りかかって、学問をしている。光景地の袋に箏を入れて、右手に置き、 三名の剣を左手に飾っておいている。岩手山、編集、大竹丸も山椒岩手剣の最高峰である。岩手山は、田村丸が、山頂にある鬼ヶ城に住んだ鬼を退治したところで、後に、田村丸が、岩橋大部権剣として現れ、江星だけは、田村丸の妻である立江戸氏信女が、姫神山は二人の間に生まれた松林姫が、現れたとされている。 これら伝承は、旧仙台藩や北上川流域を中心に、語られていた、奥上瑠璃、田村三大域の影響から発生した伝説ではなく、南部市が森岡に本拠を構えた、近世諸島に古城瑠璃を下にした、本寺藩が創出されて成立した伝説と考えられている。東野三山、編集岩手県東野では、坂田村麻呂が統制の時に、欧州に国津上の行員という、 玉山立江星姫という女神がおり、その美貌から、エビスの酋長を大竹丸に言い寄られるも応じることは、なかった。田村麻呂は直視を報じて、東北の地にしただり、この立江星姫の案内によって、絵図を討伐し、東領である大竹丸を岩手山で打ち取った。立江星姫は、田村麻呂と夫婦のちぎりを結び田村義道と、松林姫の一男かずめを生んだ。義道は、 王州安倍氏の祖であり、松林姫は、お石、おろく、お初の三女を産んだ。お石は、守護神である即札領姫のお玉城を奉じ、石神山に登った。おろくは、即秋継姫のお玉城を奉じ、六角牛に登った。お初は、背織つ姫を奉じ、早地根に登ったという。宮城県白石市に鎮座する田村神社では、鈴鹿神女として夫である。 坂の上の田村丸王と共に祀られている。田村将軍が統制の際に、悪老や赤頭というコードや短射を塗って化けた、あやかし先がけを鈴鹿午前の援助で討伐したのでこの地に二人を祭祀した。天明五年湯沢に滞在した菅山澄が土地の老人から聞いた話では、松岡の霧畑山に悪老という鬼がおり、その妻、立江星は鬼の術で、 夜ごと、鈴鹿山から通っていたが、夫婦共に、田村敏人に切られたという。田村三代儀の登場人物である、田村敏人としていることから、田村三代儀が語られた江戸時代以降に創出されて、成立した伝説と考えられる。紀伊半島南部に位置する熊野では、紀州熊野大白観音堂略演技に、鬼神魔王が放棄して、日本で人々を殺害し、困らせたため、 平城天皇が坂の上の田村丸に鎮定を命じた。田村丸は伊勢鈴鹿から出陣して京都を退治するもの,の、打ち漏らした者たちが熊野へ逃げて深山遊国に身を隠した。八王に山、茎、幹などで敵を打つ者の気王はしぶとく逃れて行方がわからなくなった。田村丸は鉱山に登って立母子を心に念じ一心に祈ると、雲の中で天女が、 南の海辺の岩屋に悪気が隠れていると告げて消えたと、田村丸の手助けをしている。京都祇園祭りの山鉾の一つ、鈴鹿山は、鈴鹿御前が、悪魔、ま、あるいは、鈴鹿山王に、立江星を退治した伝承に基づくという。この古事にちなんで、鈴鹿権現を祭り、金の江星に、大なぎなたを持つ女人の姿で表している。ありがとうございます。